ス競技の虎の穴チャンネル公式 LINE を開設いたしました。プレゼント企画や視聴者イベントもやっているので概要欄からぜひご登録ください。はい、中西競技の虎の穴チャンネルということでね、今週は4つトピック持ってきたので、それちょっと順番にお伺いしていければなと思います。はい、じゃあ次、今の話でもちょっと出てきたんですけど、とにかく中野選手、近本選手、梅野選手が最近調子がいいので、まあ、そこのあたりもちょっとバボって聞いていければなと思ってまして、まあ、大山選手がいいのはね、もう先週から散々お話ししてるので、それ一旦置いておいてですね、最近ちょっとまた打順がずっと島田選手1番だったじゃないですか、はいはい、それが中野選手1番のケースもちょっとちらほら出てきて、直近ずっとそうだと思うんですけど、他の選手がまず1番起用で今5試合連続ヒットで、まあ、1番になってから4割前後の打率残してるんですよ。で盗塁も16個でリーグトップの塩見選手まであと1個とかになってるんですけど、中野選手の状態とあとなんか一番起用のところはどういう風に見てますか？中野、島田、そして梅野っていうところ、やっぱボールをしっかりこう呼び込めてるっていうところがやっぱり状態がいいっていうところなんで、うん、要するにその辺ボールを呼び込んで自分のポイントを呼び込んでボールしっかり見れてるってことは、ボール球に手を出すシーンっていうのが減ってくるわけですし、だからまあその辺が一番状態がいいっていうところで、まあだから今日のね同点のレフト前打ったりもかなり呼び込んで詰まってはいるけど、ここはヒットゾーンにやっぱ打ったりとかできるってことは、ボールはやっぱりしっかり呼び込んではいますよね。でまあ中野、島田のその1、2番を入れ替えてるっていうところで言うと、やっぱり明日からするとね、どっちでもいいと思うんですよ、島田でも中野でも、うん、ただバントで送るケースっていうところでなると中野よりも島田の方がいいのかなっていう、そっちなんですね、うん、なるほど、そっちの方が強いと思うんだけどね、うん、バントのケースがやっぱり終盤になったら出てくるんで、で後ろに好調の、ね、近本がおるわけだから、うん、やっぱり一つ送っといてっていうところになってくると思うんで、中野割とこうバントをね失敗したりっていうケース多いんで、そういう意味では島田をこう2番でケースが多くなるのかな終盤はというところで、その辺の兼ね合いで2番と1番を入れ替えてるっていうところじゃないですかね。なるほど、まああれですよね、中野選手そもそも盗塁がね多いタイプの選手なんで、1番がやっぱハマり役な感じはありますね、はいはい、動きやすいですよね、だからね、うん、次ね島田のところですから、要するに何でもできるわけじゃないですか、たら、うん、でまあそこから今話にもちらっと出た近本選手がね23試合連続ヒットっていう感じで、はい、うん、でもともとね1番打ってた選手で、まあ本当は1番やりたいみたいなところ多分あると思うんですけど、とはいえ6月3番で打率4割超えてるぐらいあるので、やっぱり今はもう現状この形がすごいベストなイメージですよね。やっぱり現状のそのスタッフではね、例えば長打打つとマルテだとかね、新しく来る新外国人がどれだけの長打打てるのかっていうなってくると、はいはいはい、また変わってはくると思うんですけど、ただそれがまた打順入れ替えて変えたりとかで、それがうまくはまるかってまたそうでもないとかねあるんで、はいはいはい、現状やっぱいい流れいいオーダーの中ではやっぱこの近本3番が非常に状態も上がってきてるわけですから、なんか一発ないながらも足あって打率が高いみたいな、一時期のこう青木選手みたいな像が被るような3番バッターに見えるんです、まあ、近本の場合はでもシングルであっても足があるんで、だから要するにツーベースと同じような状況というのはすぐ作れるわけですから、めちゃくちゃいいですよね。そうですよね、はい、そこからまあ梅野選手も最近すごい調子良さそうですけど、この辺はどう見えてますか？梅野はちょっとおっつけっていうかな、センターからやっぱ右方向のやっぱまあ梅野らしいっていうかな、もともとそういうバッティングなんだけど、はい、悪い時はやっぱどうしても開きが早くなって引っ張りの状態になってくるんで、その辺がしっかりとこっつけられてる、踏み込められてるっていうところがあるんじゃないですかね。ああ、なるほどなるほど、ライト前ヒットみたいなやつがね結構目立ちますね、まあ、もう彼のだから状態の良さっていうか、センターからやっぱり右じゃないですか。なるほどなるほど、やっぱじゃあ中西さん的にもそういうヒットが出てる時でイコールまあ状態がいいっていうふうに判断してよさそう。そうですよね、はい、そう思いますよ、うん、ありがとうございます。はい、じゃあねちょっと最後のピックなんですけど、西純也投手がねちょっと直近調子が悪くて2試合連続 KO みたいなところになってるんですけど、ここですよね。今年西投手ね比較的状態は開幕してからは良くて、で、まあ、26日今日の試合前とかまでの成績で言うと3勝2敗防御率 3.38 っていう状態で、まあ、直近のね今日含めて2試合6月19日の3回途中3失点の降板の試合と、まあ、今日の5回途中9安打4失点っていう試合まではすごい状態良かったんですけど、ここ2試合本当に打ち込まれるシーンが目立ってるっていうところなんですけど、この辺は西投手どういう風に見えてますか？まあこの辺はメンタルでしょうね。ほう、メンタル、はい、最初上から上がってきて入ってきた時にはやっぱり自分のがむしゃらさっていうかな、目いっぱい腕振ってもう自分の良さを全て出し切ろうっていう感じのところがあったと思うんですけど、思い切りの良さがあったと思うんですけど、だんだんこうローテーション入ってずっと使ってきて流れていくと、やっぱりこう上手く投げたいとか、やっぱ6回まではこう責任持って投げたいだとか
か、やっぱりいろんな欲であったりとか、いろんな考えであったりとか、そういうとこが出てくるんで、でいてずっとゲーム投げていくと、やっぱこうバッターに対する怖さとかそういうのも感じてくる、言ったら回数かな、投げていく、うんうん、最初のうちやっぱ怖さも何もない、若さだけでいってるっていうとこあるんで、そのまあだんだんやっていくとこう経験上、ね、ここのボールで打たれたらやられたらとか、こういろんなことがマウンドの中で格闘してると思うんで、その辺がこう彼の良さの思いっきりの良さ、思い切って腕を振ってまっすぐ、フォーク、カーブっていうその変化球もまっすぐと同じような腕を振ってっていうとか、ちょっと消えてるよね。最初に比べたらちょっと腕の振りが弱くなってるし、まあその辺だと思いますよ。どっちかというとこう守りの姿勢じゃないですけど、今まではもうイケイケどんどんだったところが、こう今の立ち位置だったりポジションだったり状態を守りたいっていうメンタリティに変わってきた時に、そこがまた変化があるみたいなイメージですね。そう、まあ、そこがまた若いピッチャーのまた一つのもうクリアしなきゃいけないところであって、最初はもう本当に何も考えないで、勝っても負けてもね、思い切ってやればいいわいう感じのところあるんだけど、この責任感も出てきたりすると、しっかりローテーション守って中6日っていう日数をもらいながら次の登板に備えていくっていうところで、やっぱり6イニングは最低でも投げなきゃいけないとか、7回まで投げなきゃいけないっていうところで、まあ、あるし、逆に今日の試合みたいにこう3点取ってリードしてんのに、勝てるかな、勝ち星つくかなってみたいな色気も出てきたりとかして、っていうところがやっぱり出てくると思うんですよね。メンタルから崩れる、そして体力的なヘタリから崩れてくるっていう、やっぱこれ二択なんだけども、現状はだからもうメンタルからちょっと崩れてるのかなっていう感じはしますよね。そうですね。そう考えるとやっぱこう去年ルーキーで1年守り投手、今年も安定したピッチングしてる伊藤将司とか、あ、いや、本当すごいんですよね。だから、まあ、彼なんかは本当こう逆に言うと、やっぱりこう大学社会人っていう経験のところもあるし、年数的には若くはないんでね、と、はい、年齢的に言うと、そういう意味ではしっかり1年間投げれたっていうところの経験も今年出てるし、やっぱりインサイドズバッといくカウントでっていうところではきっちり決めてくるんで、その辺の強さはやっぱありますよね。いかに自分がピンチのところで自分の最高のボール投げれるかっていうところが大事だと思うんでね、はい、まあ、それがいわゆる打たれながらでも要所を締めるってところなんでしょうけど、それができるピッチャーかできないピッチャーかっていうところがメンタル的な強さ、そして技術的なもんっていうのが出てくると思うんでね、はい、今は西純也のあれかすとこがメンタル的なところでいろんなことをこうちょっと考え出してる。それはすなわち欲なんだけどね、欲が出てきて最初の登板1戦2戦登板のようなこう思いっきりの良さみたいなのはちょっと消えてるのかなっていう感じはするよね。なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。じゃあね、今週はちょっと一旦そんな感じでという形でね、はい、まあいろいろね話あったんですけど、やっぱりね向井さん視点でというか、僕たちが表で見てるだけでは分かんないこともいっぱいあってね、また来週以降もねそういうの聞いていければなと思うので、まあ、視聴者の皆さんもいろいろこう、うん、コメント欄とかにね聞きたいこととか気になることあればどんどん書いてもらえると、そういうの僕も企画に反映して拾っていくので、ぜひぜひよろしくお願いします。そうですね、まあ、我々の視点プラス皆さんの感じてることっていうのをね、まあ、できればワンカードに1回配信していきたいんで、その1試合1試合を振り返るんじゃなくてね、カードでのポイントであったりとか、まあ、私のピッチャーとしての心理であったりとかね、その辺のポイントにやっていきたいと思うんで、もう毎試合毎試合やってる方もいっぱいおられるんでね、そういう意味ではこうもう振り返るというか、私目線でのポイント、ピッチャー出身目線でのポイントっていうところをちょっと発信していきたいと思います。ということで皆さん、またどしどしとね、いろんな意見コメント欄の方によろしくお願いします。そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。